にちは、乃木坂46の樋口日奈です。もうすぐ秋本番ということで、今日は秋メイクに挑戦したいと思います。それではスタート。ベースは前回の毎日メイクと同じアイテムを同じように使っているので、先にちょっと仕込んでおきました。では早速眉毛からいきたいと思います。眉毛はこちらキャンメイクさんの7番の色を使ってやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっとピンク赤み系でいきたいので、眉毛の色から若干赤み系というかの茶色を選んでみました。一番薄い色を眉頭に持ってきます。そして真ん中の2番目に濃い色を真ん中に置きます。そしたら最後に濃い色を眉尻に乗せて、自然な流れで眉毛のラインを描いていきます。眉毛の描き方は前回の毎日メイクとほとんど変わらず、眉マスカラを作っていきます。こちらデジャブの眉マスカラ2番。これはブラシがすごい細いので、眉毛がふさふさになんかダマにならないで綺麗に眉マスカラをのせていくことができます。これも前回と一緒で、一回毛流れに逆らってから流れに沿って塗っていきます。これは本当におすすめです。全然つきませんよ、余分なものが。はい、きました、眉毛完成です。そしたら早速アイメイクに入りたいと思います。今日はこちらルナソルのアイカラーレーション9番。今日はピンク系赤系でいきたいんですけど、ちょっと鮮やかな色っていうよりかは若干くすみが入っている秋っぽいちょっと深い色で挑戦していきたいなと思います。まずはこの左側の色を前回同様アイホールの外側から内側に塗っていきます。だから内に、よいしょ、塗って、次はこの赤っぽいボルドーの色を二重幅よりちょっと大きめに楕円形にのせていきます。指でちょっとさっきのせた色との境をぼかします。そして今日はこのボルドーの色を下まぶたのところに少しうっすら入れてみたいなと思います。目尻の方にほんのりのせます。はい、こんな感じです。そしたら最後にこのブラウンの色で目元を締めていきたいと思います。はい、目のラインの際をにのせていきます。はい、できました。アイライナーもティーアップさんのブラウンを塗っていきます。今回も目のラインを自然に延長、長く伸ばす感じで、この際までギュッて描くんじゃなくて、ちょっと浮かせて流すとより目が大きく見えるので、まつげを上げていきます。前回使ってたのと同じです。下まつげも
私はいつも軽くカーボンをつけます。次の下地はケイトさんを使います。結構下地って大事だと思うので、いつもプライベートでもお仕事の時もしっかり塗ってます。マスカラはキャンメイクのピンク系のマスカラを塗っていきます。この後塗るリップの色とちょっと合わせた感じになってます。これはこの色のマスカラは私も初めて今年初になるかな。ボルドー系だけどなんか自然に馴染む色ですね。あんまり変に目立たない。はい、できました。チークもキャンメイクさんのチークを使っていきたいと思います。春っぽいピンクっていうよりかはちょっと大人っぽい薄み系の色です。全体的にくるっと塗って、これも本当にちょっとあんまり遠い目の距離からふんわり横にピーってこういう感じでシャープに大人っぽく仕上げたいと思います。次はハイライト、キャンメイクさんのハイライト1番やっていきます。あんまりパキッとしない感じにしたいと思います。だから鼻筋だけくらいでいいかな。鼻とか、うん。最後にリップです。エクセルの4番。この色が割と全部のアイテム、マスカラとかもシャドウとかチークとかくすみピンクというかボルドーな感じに揃えてみました。秋はやっぱりなんか深い色のリップが気になるなって。他にもなんかチョコレートっぽい茶色系、もっとブラウン系とかを今年は挑戦したいなと思います。なんか髪も切ったのでより大人っぽいメイクに今すごく興味が湧いてます。じゃあリップいきます。お、結構色が、あーすごい深い色。まず一回塗って最後に指で溶かしてみます。前回はこの山をしっかりやったんですけど、今回はちょっと全体的にボワーンと何のような感じにしたいからあんまパキパキしないですね。ちょっと指でぼかしていきたいと思います。こんな感じで、はい、よし、できました。今回は秋メイクをしてみました。いつも乃木坂で活動するときは全くこうリップとかもあんまり濃い色ができないので、今回初めてこうやって皆さんの前で秋メイクをできて楽しかったです。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。